こんにちは。晴れでしたね、本日も。明日も晴れるといい。本日のお題です。生田斗真さんが結婚を発表されましたが、一つ少ない生田斗真さんは何を発表したか。まあ、生田斗真さんが結婚なんで一つ少ない、まあ、ちょっとだいぶこう、まあ、なんか椎茸を食べられるようになったとか、そういうことを発表したらいいなと思うんですけど、立法権、行政権、司法権、三権分立の解体の発表です。さよなら。